ザハバガルオンは、イスラエルの女性政治家。リトアニア系ユダヤ人。左派政党をメレチ所属であり、党首を兼任している。ソビエト連邦のビリニュスで生まれる。1960年、4歳の時に両親と共に、イスラエルに帰還。ヘブライ大学で修士号を取得している。政治家になる前は、イスラエルの人権団体。 ベツレムに所属し、パレスチナ問題でのパレスチナ人の人権を守るための活動、女性の地位向上運動、同性愛者の地位向上運動、イスラエル国防軍への徴兵拒否を呼びかける活動などをしていた。1九9九年のクネセト総選挙でメレツから出馬し、初当選、政治家となる。以降、選挙で落選したことはなく、二千十二年現在も、 議員の地位にある。2012年には、全党主ハイムオロンの政界引退に伴い、メレツ党首に就任した。フェミニストである。また、イスラエル政界切手のリベラル派、多元主義者である。2009年のパレスチナのガザ地区攻撃では、当時連立与党の座にあった、中道左派の労働党も攻撃を容認していた中で、ガルオンは一貫して、攻撃を批判した。 私の意見は他の政党の人たちのものとは異なっています。なぜなら、メレツはイデオロギーの党であるからですと述べ、リベラルさを見せた。2014年のガザ紛争の際もイスラエル政府を厳しく批判した。ペタクチクバで二人の子供と共に暮らしている。ありがとうございます。